平和促進のためのベルリン市民運動での、フォルカー・ブラウンとルートベルクハウス、ビーラントフェルスター・フォルカー・ブラウンは、ドイツの著作家。フォルカー・ブラウンは、アビトゥア取得後、数年間採掘、校内採掘の仕事につき、ライプツヒ大学で哲学を専攻、社会主義国家の中での矛盾と希望をテーマとした。1960年からはドイツ社会主義統一党の、 メンバーになったにもかかわらず、東ドイツでは体制批判者とみなされ、国家の検閲を回避する巧みな戦術を使ってしか三文都市を出版することができなかった。音声誌、戯曲、小説の作品も制作している。彼の作品は社会主義建設に対する批判的な熱狂を反映した。 1965年から1967年まではヘレーネ・バイゲルの勧めでドラマトゥルクとしてベルリナーアンサンブルで働いていた。プラハの春の事件が起こると、ますます社会主義の生活と改革の可能性に対して批判的になった。その後、彼はシュタージからの監視を頻繁に受けるようになった。1972年にはドイツ劇場をベルリンで働き、 1976年には、ボルフビアマンの市民権剥奪に抗議する、請願書の共同署名者になった。1979年からは、ベルリナアンサンブルで再び活動し、1981年には、東ドイツレシング賞を受賞した。1982年、ブラウンは、東ドイツ作家連盟を脱退する。彼の作品は、東ドイツの鬱屈した。 生活のイメージをますます描くようになった。彼の戯曲の役者は変化のない生活の平らめの中で動揺している。ディドロの作品、運命論者ジャックとその主人を参考にしたヒンゼクンゼロマンは1985年に印刷許可を得たものの出版後に有名な批評家アンネリーゼレフラーから馬鹿げているアナーキーだと辛辣に批判された。 当時の文化大臣のクラウス・ヘップケは彼に印刷許可を与えたことで懲戒処分となった。国家との対立が深まっていたにもかかわらず、ブラウンは1988年に東ドイツ国民賞を受賞。ベルリンの壁崩壊後は東ドイツ独自の第三の道を支持し、ドイツ再統一後は東ドイツが失敗した理由を批判的に検討し、 ゴルフガングフリッツ・ハウグが編集した西側のマルクス主義雑誌出すアルグメントに掲載された。フォルカー・ブラウンは、現在は、ベルリンに在住。アンネリー・ゼレフラー、ウェン・イン・ホルト・ウント・フォーム・ツア・ファース・ゲリンゲン・イン・ノイ・エス・ドイッチ・ランド・9・オクトバー1985・ S4 ・ VGL ・ヨーク・ゴター・トミックス・エイン・オバークンズ・ダーフ・ニヒト・バコマン マッティエリアリアンツアップブラキャシュンジェシクトウントゼンシャーで、ヒンゼクンゼロマンスフォンボルカーブラウン、ビスバダン1993ボルフガングエメリッヒ、クライネリトラチャージェシクトデアディディアル、ベルリン2000、S52 ドキュメンタリー。ありがとうございます。